もうシルク王男と箱太郎です。箱太郎またー。あーちょ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 、何すんの。やっちゃったぜ。あーはい、うわおい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 、今のシステムおい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 、任天堂の陰謀だよ今のは。うわえ、君すぎるだろ。うん、いやもういいよ一回で、なんで一回もこっち見るな。しかも箱太郎出口どこだかわかんないもんね。それやるたんびこっち見るのやめて。なんなの。すごい盛り上がってる。いやこれね、なんだこれ。あ、なんか来たいるよ。あいたちょっと待って、盛り上がっていた。あーちょっと待って、だからもうびっくりしてるね。お別れの時が来たみてえだ。グッバイみんな。ようこそイッチャンさん。感染ルームへようこそ。いや死ぬの早くない？お前親父が聞こえるな。頑張るよみんな。いやいやいや親父一緒だから。はい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 太郎。なんかミイラのシルコみたいな格好してるやつに担がれてるよ。俺の目の前で箱開けてる人がいる。本当に？それともよ、あの箱太郎さん。箱太郎さん。さんが箱開けてる？もう兄弟そっくりやってることほんまに。なぜバレた？箱開けてる人がいる。あれは箱太郎さんやな。なぜ毎回イチャーさんは僕を見てる。右違う。ああこれ開けただけじゃダメなのか。うん、拾わないと。ああそうなんだ。開けるだけ開けて何も拾ってなかったよ。箱開け太郎じゃん。あゆえ。これそれが白い命だけは。あゆえ。ああ弟よ。あゆえ。でもなんかどこでも聞こえるでござる。ああ。俺たち兄弟に立ち向かってくるやつなんているのかな。兄さん。こんな愚か者が果たしているのか。じゃあ一撃俺が食らうんで。あざっす。じゃあ多分僕この後やられると思う。